山口県の笠戸工場で製作を急いでいた国鉄最大の旅客用機関車 C62 が完成しました。C62 の1号機は昭和23年の1月に産声を上げました。 C62 は我が国最大最強にして最後の蒸気機関車です。第二次世界大戦後の旅客用機関車の不足を補うため、終戦によって余剰となった貨物用 D52 のボイラと旅客用 C59 の走り装置を組み合わせて誕生した形式が C62 で、車軸配置は 2C2 のハドソン型が採用されています。49両製造された C62 は東海道山陽本線に41両が、東北本線と常磐線には軽量タイプの8両が配置されました。東海道山陽本線をひのき舞台に、特急ツバメ、ハトなどを牽引し、華々しい活躍を見せました。しかし、特急列車の先頭に颯爽と立った C62 も、電化が進むにつれて次第に活躍の場を奪われていくことになりました。皮肉にもこの写真は新旧交代の一コマになってしまいました。昭和45年9月の呉線の電化完成で、 C62 は本州からすべて姿を消しました。C62 が津軽海峡を越えて小樽蓄光機関区に配置されたのは昭和31年のことでした。以来、大雪をはじめとする急行牽引の任務に当たっていましたが、機動車への置き換えなどによって急行ニセコの小樽函館間が唯一の活躍の場となりました。昭和46年、1971年夏、出番を前にして悠々と構える C62。 小樽蓄光機関区の扇形車庫の中では C62 白国の出発前の準備が始まろうとしている。東海道本線で特急列車牽引に活躍した C62 2号機。デフレクターには栄光のツバメマークが誇らしげに残っている。
電気機関車に引かれて急行ニセコが到着する。電化区間もここ小樽で終わり、いよいよ白国の出番。小樽長万部間は山線と呼ばれる勾配区間で、白国が10連で任務に当たる。Thank you.
列車の左側をご覧ください。先ほどから午後の日差しにうっすらと雲を乗せた美しい山は羊蹄山でございます。1893メートルの旧火山で富士山に似ているところから俗に蝦夷富士とも呼ばれ、古くから親しまれております。
お茶まんです、お茶まんです長者万部まで一緒に走り続けてきた2号機と別れ、3号機はさらに終着函館を目指す。かつて時速129キロという狭軌鉄道の蒸気機関車としては世界最高スピードを記録した C62。 日本最大最強のこの蒸気機関車の最後はここ北の大地、北海道。蒸気機関車 C62 の終着もすぐ目の前に訪れようとしている。蒸気機関車の一つの時代が終わった。
急行ニセコ牽引の任務も今日が最後。昭和46年9月15日の30連運転を最後に、急行ニセコの牽引は C62 からディーゼル機関車 DD51 に引き継がれました。爆走する白国の最後の勇姿を、そして響き渡るあのブラストをしっかり脳裏に焼き付けようと、多くのファンがゴールデンコンビ2号機と3号機の充電による特別運転に詰めかけました。あとわずかで白国ともお別れです。北海道の多くの白国はこの地でその生涯を閉じました。特にファンの人気を集めた2号機京都の梅小路蒸気機関車館に胴体保存され余生を送っています。3号機は手宮にある北海道鉄道記念館に生体保存されていましたが、復活に向けて小樽蓄光機関区へ改装されました。長い間放置されていたため、3号機は車体の腐食が進んでいました。関係者の努力と熱意の中で、白国は徐々に息を吹き返していきます。昭和62年、1987年3月31日、
さよなら国鉄イベントの主役として14年ぶりに構内走行を実現しました。その後、苗穂工場で1年に及ぶ本格的な整備を受け、3号機は営業運転を目指しました。いよいよ構内試運転、待望の営業運転まであとわずかです。昭和63年、1988年4月29日、待ちに待った C62 ニセコ号の営業運転が小樽・倶知安間で開始されました。北海道鉄道文化協議会の活動により、この3号機の復元運行が実現したことも忘れてはならないでしょう。製造時の形をとどめ、現在も活躍している車両に対して、鉄道友の会によって選定されるエバーグリーン賞、この名誉ある賞を復活後の白国3号機が受賞しました。平成2年からは C62 ニセコ号の運転区間も小樽ニセコ間に延長されました。
最大最強の蒸気機関車、そして最後の蒸気機関車、栄光の SL C62 は多くの夢を乗せ走り続ける。